妙人地一の池、妙人地二の池と、妙人岳地図妙人池は、長野県松本市の上高地にある池。上高地の奥側にある、穂高神社、奥の宮境内の新域であり、古くは、鏡池とも呼ばれていた。また、妙人付近は、古くから、神聖な場所とされ、上高地、上垣内、上高地などとも呼ばれていた。なお、上高地の地名は、 穂高神社とその祭神である、穂高み命の地であることに由来する。交通拠点となる、上高地バスターミナルから約2 8トル、かかる。あずさ川右岸の標高を約1 4 2 5ルに位置する。池は標端型で1の池と2の池に分かれており、湖面へ移る木々が美しい。神秘的な感覚が味わえ、散策には持ってこいである。池では言わな。 マガモ、オシドリなどが見られる。明神だけで土砂崩れが起き、あずさ川支流の沢が塞がれてできた。かつては三の池もあったが、土砂災害により消えてしまった。神社境内の池のため、配管料300円がかかる。毎年10月8日に、霊体祭である、三船神事が開催される。すぐ南には、上条下門寺のレリーフが設置されている。周辺には、 多数の宿泊施設がある。池の一帯は日本郵便から交通困難地に指定されており、違いから郵便物を送ることはできない。ありがとうございます。